ルーは何でもいいんですけども、誰でもワンランク上のカレーを作ることができるよ。完成でーす。こんばんは、ナリです。簡単で美味しいは正義ということで、本日もやっていきましょう。本日のレシピはカレーライスです。はい、ということで本日もやっていきましょう。今日はですね、カレーライスということで、2つのコツと3つの隠し味を使ってやっていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。レッツワンバン。まずは材料紹介から。本日の材料はこちらになります。ではではやっていきましょう。まずは玉ねぎをスライスしていきます。今日使う玉ねぎは小さめのサイズが2個になります。中ぐらいのサイズであれば1個でも十分なんですけども、玉ねぎはまあ多ければ多いほど甘みやコクが増しますんで、多い分には構いません。なんで本日は小さめなんで2個使っていきたいと思います。まずは皮を剥いていきましょう。皮を剥きましたら玉ねぎはスライスしていきます。スライスは薄くても厚くてもどちらでも大丈夫です。お好みでスライスしていただければと思います。はい、それでは玉ねぎのスライス終了です。玉ねぎはこの後ソテーしていくんですけども、時間を短縮するためにこちら一度電子レンジで5分チンしておきます。それでは続きまして、お肉に下味をつけていきます。今回使うお肉は細切れの豚肉を 300g 使っていきます。でここでまず1つ目のポイントですね。お肉を結構そのままソテーしてしまったりとか、もうお水にぶち込んでしまうっていった形のやり方もあったりするんですけども、ここでしっかりお肉に下味をつけることによって、それだけで一段グレードアップしたカレーを作ることができます。でまずは全体に塩コショウを振っていきます。表面全体にかかるぐらいで大丈夫ですね。だいたい2つまみぐらい今はかけました。コショウも同様に2つまみぐらいですね、かけていただいて、ここにニンニクチューブ、ニンニクチューブを小さじ1杯、これぐらいですね、小さじ1杯ニンニクチューブを入れていただきまして、もみもみしていきます。もみもみしてしっかりと全体が混ざるように揉んでいきます。やっぱりね、ハンバーグでも鶏肉とかの煮込み料理とかでも何でもなんですけども、お肉に下味をつけてるっていうのはね、後々すごい大事な要素になってきますね。これだけでぐっと美味しくなります。はい、下味 OK です。はい、それでは玉ねぎのレンチンが終わりましたので、こちらソテーしていきます。まずはバター 10g、サラダ油小さじ1杯、これらをフライパンに入れて、まずバターを溶かしていきます。バターが溶けてきましたら火を弱火にしていただきまして、玉ねぎを投入します。でここで2つ目のポイントですね。玉ねぎをとにかく飴色になるまで炒めるですね。玉ねぎは飴色に炒める、ベタかもしれないんですけども、これがやっぱり大事なんですね。しっかりと飴色に炒めることによって奥深い甘さだったりとかコクがね、しっかりと出ますんで、ここ弱火でしっかり、まあ、10分15分ぐらいですかね、炒めてると飴色になってきますんで、しっかりソテーしてあげてください。でここで軽く全体にですね、お塩を振りかけてあげると浸透圧で水分が抜けやすくなりますんで、お塩をかけることによって時短になります。なんでレンチンプラスお塩でできるだけ早く玉ねぎを飴色にしたいと思います。はい、それではかなりいい感じの飴色になってきましたので、お肉も一緒に入れてソテーしていきます。お肉投入。ここからは火加減ずっと中火で大丈夫です。それではお肉に火が入りましたら、お水
800cc 入れます。そして隠し味3つのうちの最初の1つローリエ、こちらを入れていきます。そうしましたらこのまま中火で沸騰させていきます。こっから約10分煮込んでいきます。で今回はシンプルに豚肉と玉ねぎだけの具材なんですけども、もしじゃがいもとか人参とか入れたい方はこのタイミングで一緒に入れてください。全然ね、玉ねぎと豚肉だけで十分美味しいんで、全然これでいいんですよ。手抜きじゃないっす、これでも。それではここから10分煮込んでいきます。途中アクが出てきたらすくってあげましょう。こうやってね、丁寧に作ってあげることも美味しくなる一つのポイントですね。はい、それでは10分経ちましたので一旦火を止めます。そしたらですね、ローリエはここで取り出していただいて OK です。そうしましたらここで2つ目の隠し味、じゃじゃん、インスタントコーヒーです。こちらを小さじ半分、 2.5cc ですね、入れます。そうしましたら混ぜます。2日目のカレーって美味しかったりするじゃないですか。インスタントコーヒーを入れることによってちょっとね、2日目感を出せるんですよね。なんでこのインスタントコーヒーをちょっと入れるっていうのはなかなかの隠し味になっております。インスタントコーヒーを混ぜ終わりましたら、ここでようやくカレーのルー、こちらを入れていきます。今日はバーモンドカレーの甘口を使っていきますが、ルーは別に何でも大丈夫です。うちはね、ちっちゃい子供がいるんで、今回甘口でちょっと作ってみました。こちらを3分の1入れていきます。そしたらルーを溶かしていきます。今回はルーに依存したカレーっていうわけではなくて、ルーは何でもいいんですけども、それ以外のポイント、コツだったり隠し味っていうのを入れることによって、誰でもワンランク上のカレーを作ることができるよっていう動画になってます。はい、じゃあルーが溶けましたら、ここから中火にしてさらに10分煮込んでいきます。そしてここで最後の隠し味、ウスターソース、こちらですね、ウスターソースを小さじ1杯入れます。ウスターソースはですね、いろんな食材や調味料が合わさってできたソースなので、これがね、万能調味料になってるんですよね。ウスターソースを入れながら、まあ10分ぐらい煮込んでいきたいと思います。結構ね、跳ねそうになったら火をね、中火から弱火寄りに移していただいて大丈夫なんで、ゆっくりね、焦げないように混ぜながら10分煮込んでいきましょう。はい、それではだいたい10分ぐらいですね、だいぶ煮詰まってきたんで、ここでご飯に盛り付けていきたいと思います。カレーのルーとしてはここで完成なんですけども、やっぱりね、カレーといえばご飯にかけてなんぼですからね、ご飯に盛り付けていきたいと思います。はい、それではご飯をよそってきましたので、カレーを盛り付けていきたいと思います。ちょっとお腹空いてんでね、結構大盛りで持ってきました。うまそう。福神漬けとかちょっと気の利いたものを用意していなかったので、お店で作ってるピクルスを添えております。はい、それでは完成です。市販のルーを使って誰でもできる2つのコツと3つの隠し味を使ったカレーライスです。なかなかうまそうですね。はい、それでは早速食べていきたいと思います。いただきます。どや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 、横からのカレー、いただきます。うまー、めちゃくちゃうまい。いや、うまいな。ナイスカレーですね、これは。本当に誰が食べてもうまいって言うんじゃないかなっていうぐらいの、全ての人に愛されるぐらいの美味しさのカレーだったんですけど、ここでちょっとおさらいをしておきましょう。今日のまず2つのコツ、今日はですね、2つのコツと3つの隠し味を使って、誰でも市販のルーを使ってでも美味しく作れるポイントを紹介しながら作らさせていただきました。まず2つのコツなんですけども、1つ目がお肉に下味をしっかりつける、で2つ目が玉ねぎをたっぷり飴色になるまで炒める、これがまず2つのコツですね。で3つの隠し味、こちらがですね、1つ目がローリエを入れる、2つ目がインスタントコーヒーを入れる、そして最後に3つ目がウスターソースを入れる。この3つの隠し味を入れることによって美味しいカレーが作れる、そういったわけになります。今回はね、途中でも言ったんですけども、ルーは何でもよくて、それ以外の部分でいかに美味しく作るコツや裏技があるかっていうのをご紹介しながら作らさせていただきました。
それでは皆さん、本日もご視聴いただきましてありがとうございます。ではまた。チャンネル登録をしてね。